皆さんこんにちは。週刊ヤングジャンプなどに登場し、神様の最高傑作というキャッチフレーズがつくほど業界を沸かせている隅田綾乃さん。今回はグラビアを中心に各雑誌から引っ張りだこでネクストブレイクの呼び声が高い隅田綾乃さんをご紹介します。隅田綾乃さんのプロフィール。名前隅田綾乃。生年月日1999年2月26日。出身地山口県。血液型 A 型。身長155センチ。3サイズ85、59、86センチ。所属事務所オスカープロモーション。隅田綾乃さんの経歴。隅田さんの小学校、中学校、高校とどこの学校を卒業しているかなど、はっきりとした情報はありませんでした。大学についても進学しているのも含めて分かっていません。そんな隅田さんですが、アイドルグループマジェスティックバニーのリーダーを務めながら、2021年1月に週刊ヤングジャンプにてグラビアデビューし、大きな話題を呼びます。4月には週刊プレイボーイ16号に登場し、その後デジタル写真集隅田綾乃写真集即バズり美女ニュースミダをリリースしています。芸能界入りのきっかけは、隅田さんは芸能界に入ったきっかけを、この世界に入ったのはいろんな要素が重なっていまして、まず私高校1年の時に交通事故に遭って顔面麻痺になったんです。運よく麻痺は3ヶ月で治ったんですけど、事故当時は一生笑えないんだと思っていたのが笑えるようになり、しかも笑顔をすごく褒められるようになって、癒しの笑顔だねって言われたりしたので、いろんな人を癒せたらいいなと。そして高校2年の時に友達の影響で配信を始め、リスナーさんから芸能界に興味はないのって聞かれたんです。あとその頃ドラマで見た石原さとみさんのコロコロ変わる表情が素敵だなと思って、芸能界ってどんな世界なんだろうと。力試しで STU48 さんのオーディションを受けたところ、最終審査まで進むことができたので、本気でチャレンジしようと思って上京しました。女優さんになれたらというのが一番ではあったんですけど、声をかけていただいたのがアイドルグループの事務所さんでしたと話しています。そしてグラビアに挑戦したのは、ヤングジャンプの編集の方から声をかけられたのがきっかけだったそうで、海で MV 撮影後に遊んだ写真を SNS に載せたら声をかけていただいて、アイドルを始めて2年目に入ったところだったので、仕事の幅を広げようと思って挑戦してみました。事故に遭う前までは自分は介護士になるものだと思っていたし、自分の胸もコンプレックスだったんですよ。でもアイドルを経験し、見られることにも慣れて、コンプレックスも生かしたらいいじゃんと前向きに考えられるようになりました。自分をより好きになれたので、グラビアをやってよかったなと思うし、偶然の巡り合わせには感謝していますと話す隅田さんは、自分の性格やキャラクターを、根は真面目だけど人を疑わなさすぎて危険なタイプですね、目を離した隙にとんでもないことになっちゃってるみたいな、小さい頃から自由人でしたとコメントしています。自由人というのは、子供の頃鍵が閉まっている市営住宅の屋上にパイプを伝って登ったりしていました。それで通報されて、お母さんが平謝りっていう、とにかく怖いもの知らずで、高いところや行けないところに登り詰めるのが好きだったんです。あとはめちゃくちゃせっかちです。東京ってみんな歩くのが早いって言うじゃないですか。でも私は山口県から上京してきたんですけど、むしろ私の方が早いかも。子供の頃の隅田さんはどんなことをしていたのかというと、小学生の頃は秘密基地を作ったり、木の実をすりつぶしたり、高校時代は部活でおことをやっていました。朝昼晩、もう暇さえあれば一目散に練習に行っていましたね。ひたすらリズムを練習したり、楽譜を完全に覚えるまで
ずっと引き込んだりしていました。そんな隅田さんの趣味や特技、好きなことは、散歩が好きです。ふらっと歩いて見つけたお店に入ったりとか、私はカフェラテが大好きなので、一度に5軒くらいカフェを巡ってカフェラテを飲みます。特技は、特技がなくて困ってるんですよね。おことは高校の時だけなので、一応家にはあるんですけど、今はもう弦が生きているかどうかもわからない状態です。なので、特技は絶賛募集中。よくテレビで特技を身につけるためにチャレンジする企画があるじゃないですか。私もそういうのをやってみたいです。そんな隅田さんの夢や今後の目標は、自分が表紙の雑誌が並んでほしいです。まだ表紙に出たこともないし、今は1ヶ月に1冊ずつくらいのペースで掲載させていただいている状況なんですけど、同時期にたくさんの雑誌に載れるようになっていきたいなって。そして写真集も出したいです。あとは地元でもお仕事がしたい。バラエティ番組で地元に行ったり、グラビアも地元で撮影できたら、表紙、写真集、バラエティが目標です。お芝居の勉強もしていけたらなと、女優の道も切り開いていきたいです。と話す隅田彩乃さん。ネクストブレイク間違いなしとも言える逸材ですので、今から要チェックですね。今後の活動に注目していきたいです。